しみにしてたピーナッツバタートーストです。美味しそう。コーヒーがカップじゃなくて、やっぱり自分で注いで飲むタイプになってます。いただきます。カフェです。外堀通りと大津通りぶつかるところかなにあるカフェで、外観は真っ青なペイントされてるお店なのですごい目立つと思います。で、朝の、10時半まではドリンクにプラス150円でトーストとサラダがつくので、モーニング楽しみたい方にはおすすめのお店になってます。今は季節柄ここツリーがあるんですよ。めっちゃかわいいので、1階と2階があって、2階は展示を、ね、今回されてるみたいで、このポストカードをいただいたんですけども、今回はですね、この中野美和子さんって方のともすっていう、タイトルの展示会がされてます。ゆっくりできるし、2階のカウンター席からは外も見れるので気持ちがいいです。空も見えるし。で、春とかだったらこれひょっとしたら桜、これ桜？桜、うん、桜も見えるそうなので、春とかね、めがけて来ていただくのもいいんじゃないかなと思います。私このカフェすごい気に入っちゃったけど、どうですか？いいね、いいねですか？え？いいねですか？いいよね、ここ。景色がいい。うん、コーヒーも美味しいし、なんか店員のお兄さんもめっちゃ気さくな感じでね、すごい感じ良かったよね。そうね、うん、またなんかちょこちょこお散歩がてら来ていただけたらいいんじゃないでしょうか。はい。写真を撮ってもらって次のお店に向かっているところです。とりあえず今日めちゃくちゃ寒くって、なんだっけな、最高気温が9度で最低が3度なんだって。真冬だよね。もう寒い。こんななんかもう柄に柄を合わせた防寒対策をしてるんですけど、それでも寒いです。早くお店に入って温まりたいと思います。入れるとサングリアになるっていうものなの。へえ、めっちゃ可愛い。いいね。ね。ね、確かになんかお家でね、うん、こう彼女とか、うん、一緒に過ごすってなった時に、うん、いいね。すごいおしゃれだし、めっちゃ気の利いたプレゼントになるじゃん、こんなの。ワインが好きな彼女とかにプレゼントしたらね、うんうん、そう、一緒に飲めるって。
そうそう、あ、そういえば私のこといいじゃないですか誰か気の利いた男子、うん、私にこれプレゼントしてくださいそうね、はい、うん、さんっていう食材を売ってる本当おしゃれなスーパーの中に、併設されてるカフェになります。なのでランチとかお茶するだけじゃなくてお買い物も楽しめるので、すごいここは私素敵なお店なんだと思うんですけど、どうですか？ね、お料理とか好きな女の子、お菓子作りとか好きな女の子にはめちゃくちゃ楽しいお店だと思うし、今私たち2階にいるんですけど、2階？違うか、中2階かな、この上の階にもうワンフロアあって、そこはお肉とかお魚も売ってるし、あと輸入菓子、チョコレートとか、あと調味料系もめちゃくちゃ売ってて、動画にも登場してると思うんですけど、ワインを注いだらサングリアになるとか、そういったものも売ってるので、プレゼントとかにもいいんじゃないかなと思います。ちなみにキッチュエビオフのスーパー自体は笹島にもあります。スーパー自体はもうちょっと小規模だけど入ってたので、もしお近くの方は行ってみてください。ご飯が美味しい。硬さとかね、絶妙だよね。柔らかいの。ドリアだと割となんか固めになってるとこ多いんだけど、ここのご飯は柔らかいの。美味しいね。だからソースとすごい絡みやすい。ご飯そのものが美味しい。あ、ご飯そのものが美味しいそうです。君が頼んだのはクッキー&クリームのケーキ、美味しそう、とホットコーヒーね。そうですね、コーヒーはシンプルな、ね、ブラックコーヒー。いや、いいですよ、甘いものとぴったり。じゃどうぞ召し上がってくださいで、私はアールグレーを頼みました。ちょっと今日はね、コーヒー2杯も飲んでるので紅茶にします。
スマスって感じ。うん、ここウルフギャングパークは栄の愛知芸術文化センターの10階にあります。ウルフギャングパークってよくウルフギャングステーキさんと間違われるんですけど、全く別のお店になってまして、ウルフギャングパークさんは毎年行われるアカデミー賞の、受賞式が終わった後の晩餐会のお料理を手掛けてるシェフの方のお店になります。もともとはカリフォルニア料理から始まったんですけど、今もう全国に広がっているレストランになります。でここで結婚式も行えるレストランになってまして、私も当時こちらでお仕事何度もさせていただきました。すごい馴染み深い、ちょっと懐かしいお店になってます。私の妹もここでね、結婚式させていただいております。あー懐かしい。でね、見えるかな、階段があるんですよ、ここ上の階もあって、そう、上の階はねバーコーナーとかもあって、夜景を見ながらお酒を飲んだりもできるんですよ。ちょっと後からちょろっと覗かせてもらおうかなと思うんですけど、そこから見える景色もとっても素敵なので、しかもここ穴場ですよ。もしも栄のデートでゆっくりとお茶したいなって方は、こちらのお店もおすすめなので、ぜひぜひ来てみてください。久しぶりにウルフの階段上がってます。すごいでしょ。ここから通常新郎新婦が入場するんですよ。こんな会場になってます。ここがウルフギャングパックの2階になります。1階とは雰囲気が変わって、バーコーナーとかがあって、夜はねこう夜景を見ながらお酒を楽しめたりする、ここ私の大好きな空間になってます。こんな風にテーブル席もあって、カウンターのカップルシートもあるので、本当にねデートにおすすめです。ぜひぜひディナータイムにね来ていただけたらいいんじゃないかなと思います。そう、テレビ塔もねここから綺麗に見えるので、名古屋のね栄の街を楽しんでいただけるんじゃないかな。はい、というわけで今日は久屋大通駅のカフェ3軒を巡ってまいりました。3軒のうち1軒はね、もともとの職場っていうこともあって、すごいなんか懐かしい気持ちになって楽しかったです。その他ね、1軒目と2軒目については初めていたところだったんですけど、すっごい良かったです。1軒目はねやっぱモーニングの時間に行くとお客様も少なくて、特に展示物なんかを扱ってらっしゃるので、そういうのもねじっくり楽しめて良かったです。2軒目については、あの生鮮食品からこだわりの輸入菓子とかも扱っているスーパーが併設されたカフェだったので、飲食だけじゃなくてお買い物も楽しめるっていうところで、こちらもおすすめです。ぜひ皆さん足を運んでみてください。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。